どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、トランプ氏のビッグテック訴訟と確実に進む評判差という話です。オチとしては、確実に世界は対中に向かっているというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。2021年7月7日、フロリダ州の集合住宅の崩落事故に関して捜索活動の打ち切りを発表。7日の段階で死者54名、86人が安否不明となっています。同日、バイデン大州長は鉄道海運協会にメスを入れることを表明。同業界で価格設定と整理統合への対策を打ち出す大州長令を出す話が出ています。ここからがトランプ陣営の話です。トランプ氏は前回話した自身の集会後の2021年7月5日に声明を発表。そこでは何日も待ち続け、土砂降りの雨の中に立ち続けたオハイオ州とフロリダ州の4万5000人を超える記録的な大観衆を見たか。彼らが望んでいるのは自分たちの偉大な国に再び希望をもたらすことだ。彼らは両手を広げて大統領選について嘆いているが、ライの名ばかりの共和党員たちはこの運動が何であるかを知らないなどと述べました。その翌日の7月6日にトランプ氏は評判差について声明を発表。ペンシルベニア、ミシガン、ジョージア、ウィスコンシン、アリゾナなど有権者が選挙プロセスへの信頼を失っているスイングステート、接戦州では選挙改革を行わなければならないなどと述べました。そして今回の最初のメイントピックはこれなんですが、7月7日にトランプ氏はビッグテック、巨大 IT 企業の Twitter、Facebook、Google を地元のフロリダ州で提訴。これはトランプ陣営の非営利団体であるリンダ・マクマホン氏、ブルック・ロリンズ氏が関わるアメリカ・ファースト・ポリシー・インスティテュートがバックアップしています。同日にトランプ氏はこの件で会見を行い、自身のアカウントを停止されたことなどを語ったんです。訴状の内容としては、1、トランプ氏のアカウントの即時復帰、2、ビッグテックに投稿されたコンテンツの責任を負わない通信品法230条、セクション230を違憲とする、この2つを求めています。トランプ氏はビッグテックとの和解の可能性について否定し、徹底的に戦うことを宣言。さらに会見後にニュースマックスのインタビューにトランプ氏は答え、ビッグテックが行ってきた犯罪は非道なもので、言論の自由を奪い、この国に多くの問題をもたらした。おそらく主流メディアが自分の仕事をしていないことに本当につながっている。我々は訴訟を起こしてどうなるか見てみたい。とても成功すると思う。などと語りました。この訴訟は何千人もの人々が参加したいと要望している集団訴訟になっていきそうな流れなんです。同日にトランプ氏はビッグテックに対して声明を発表。フェイクニュースとビッグテックと民主党の連携攻撃は失敗に終わっている。ますます多くの人々が大統領選に関する意見を述べている。などと述べました。ポンペオ前国務長官も7月6日にツイートを行い、我々は中国国内で非道な行為が行われており、現在も進行中であることを宣言した。私は中国共産党が自国で行っている非道な人権侵害に対して声を上げ続けなければならないと述べました。つまり今の世界の対中制裁の流れはトランプ政権から始まっていることを意味します。中国の通信大手ファーウェイに対してもアメリカの FCC 連邦通信委員会がファーウェイに対して圧力を強めた件について、ファーウェイ側が異議申し立てをした件について7月7日にその申し立てを却下しました。全米36州とワシントン DC も7月7日にトランプ氏と同様 Google を独占禁止法で提訴。これは Google 側がアプリストアを支配することが独禁法に引っかかったということで提訴されたんです。NSA、国家安全保障局から監視されている FOX のアンカー、タッカー・カールソン氏についても続報があります。NSA 側は7月5日時点でカールソン氏を標的にしたことは否定したんですが、メールを読んだことは否定しなかったんです。これに対しカールソン氏は激怒し、許可なく私のプライベートなメールを読んだ
と述べました。さらにカールソン氏は自身の番組で NSA がジャーナリストに私のメールをリークしていると発言したんです。これに対しトランプ支持者のマージョリー・テイラー・グリーン議員はツイッターでカールソン氏を擁護し NSA を非難しています。ここからが評価差関係ですが、アリゾナ州では州議会上院議員のウェンディ・ロジャーズ議員が7月5日にツイッターで標集計器を使った全ての郡で監査しろなどと発言。そしてアリゾナ、ジョージアに続きペンシルベニア州でも監査が始まる模様です。政府間運営委員長のマストリアーノ上院議員が同州の票監査を行うことを7月7日にツイート。アリゾナの結果発表次第でこの流れには弾みがつくかもしれません。ここからがアメリカ以外ですが、台湾の蔡英文総統は日本が追加のワクチンを提供したことについて感謝のツイートを7月6日に行いました。その2日後にも蔡総統はこの件でツイートを行い、台湾の101ビルに日本への感謝を示す言葉が輝いたことを発信しました。ヨーロッパでは欧州議会が2022年の北京五輪のボイコットと、先日活動を停止した香港の地元紙アップルデイリーの件で香港に対する制裁に関する決議を開始。その結果7月8日に賛成票578票、反対29票、棄権73票でこの決議が可決。イギリス下院外交委員会も7月8日に北京五輪の一部ボイコットを提言。これもウイグルの人権問題によるものです。またイギリスの半導体メーカーのニューポートウェハーパブが中国系のオランダ企業に買収されることが分かりました。これによりイギリス政府は調査を7月6日に約束。他にもイギリスはイングランド地域における感染対策ルールを同日にほぼ全廃しました。ナイトクラブ、バーも通常営業に戻る形になります。さらにイギリスの金融街のシティにおける従業員もほぼ全員が9月までにオフィス復帰する情報が出ています。その間カリブ海のハイチではモイーズ大統領が自宅で銃を持ったグループによって7月7日に暗殺されました。夫人も負傷したんですが、その日のうちに国家警察が暗殺を行った傭兵4人を殺害、2人の身柄を拘束しました。前回の動画で紹介した FC バルセロナのデンベレ選手とクリーズマン選手の件ですが、クリーズマン選手も日本人男性を侮辱した動画に対して釈明。ただしデンベレ選手と違いきちんと謝罪しています。しかしこの両選手の動きでバルセロナのスポンサーである楽天の三木谷博史は正式に抗議。コナミもクリズマン選手との遊戯王コンテンツアンバサダー契約解除を発表しました。シンガポールでは中国製ワクチンはワクチン接種にカウントしないと表明。中国製ワクチンの信頼性のなさがここでも出ています。韓国では暗号資産、仮想通貨でトラブルが続出しており、現金を引き出せない、音信不通などの問題が発生し、日本人女性ら約100人が2021年春に運用業者を刑事告訴。4億円以上の暗号資産が変化されていないとのことです。ここからがバイデン陣営の話です。2021年7月7日大首長はワクチン関係で凄まじい談話を発表しました。何を話したかというと、1回目のワクチン接種や2回目のワクチン接種に熱心な人々に迅速にワクチンを接種するために大量の指定場所を縮小していきます。もし2回目の接種が必要な場合は地域ごとに近所の人たちを訪ねたり、時には一軒一軒文字通りドアを叩いて残っているウイルスへの支援を求めていく必要があります、と斜め上をかましてきました。さらに CBP サークルバックサキさんことジェン・サキ報道官は安全性と入手のしやすさについて必要な情報を確実に提供することでより多くのアメリカ人にワクチンを接種してもらうために地域ごとに個別訪問を行うと、これまた斜め上の発言。先ほど触れたマーチョリー・テイラー・グリーン議員は
ツイッターで抗議し、ネット上ではアメリカはいつから社会主義国になったなどの声が上がっています。ブリンケン国務長官は多少なりともまともな仕事をしていて、7月6日にウイグル関係のグループと会合を持ち、中国の人権侵害を終わらせると宣言。ただしこれもトランプ政権の流れを踏襲したものです。あのヒラリー・クリントン氏も評価祭について、アメリカの議会選挙訴訟に関するニュースサイトデモクラシードケットに、私たちはこれらの投票への攻撃を多元的で多民族的な民主主義から白人至上主義の権威主義へ移行しようとする明確な試みの一部であると呼ぶ必要がありますと書いていました。さらに7月7日にも同様のツイートをしているので、一体何を言っているんでしょうか。あのアンソニー・ファウチ氏と深い関係があるエコヘルス・アライアンスの代表ピーター・ダザック氏も、あの病気の研究に関する書類を議会に提出することを拒否していることが分かりました。これはジャスト・ザ・ニュースが7月4日に報じていますが、ダザック氏は後ろめたいことがあるかもしれません。先日のハンマー投げのグエン・ペリー選手に続いて、アメリカの女子サッカーチームのメンバーも98歳の第二次世界大戦の退役軍人による国歌演奏に対し、メンバーのうちの2人が顔を背け退役軍人のハーモニカ演奏を軽視したんです。これに対し元アメリカ国家情報長官代行のリチャード・グレネル氏などが猛批判しています。アメリカ本国のディズニーテーマパークでも7月5日時点で花火ショーのアナウンスで性別への言及をやめています。今まではこんにちはご列席の皆様、男の子と女の子、すべてのドリーマーの皆様だったのが、こんばんはすべてのドリーマーの皆様に変わってしまったんです。これに対してファンの一部から失望の声が上がっています。 BLM やアンティファが暴れるシカゴ市でも民主党の動きがあり、民主党の同志市長のロリ・ライトフット氏が同志の状況について、6月30日に私たちの街では犯罪は制御不能ではありません、実際犯罪は減少傾向にありますと発言。ところが実際は BLM などの暴動がどんどん増えており、7月6日の会見ではニュースマックスの記者の質問にちゃんと答えていませんでした。LGBT 関係でも7月5日にイギリスデイリーメールが、2020年1月にロサンゼルスのスパ施設にヒゲなどを持つトランスジェンダーの方が自身の6歳の娘と一緒に湯船に入ったことを報道。現場で施設のスタッフに対し女性が文句を言っている動画もインスタで投稿されています。YouTube にしても AI が進める動画の 71% がソフトウェア関連の非営利団体モジラ財団の調査によると、調査参加者には好ましくないと判断されています。これは一体どういうことなんでしょうか。あの投資家のウォーレン・バフェット氏も非常に気になる発言を7月5日に CNBC の番組で発言しています。バフェット氏は同番組で、将来的に今以上のパンデミックが起きると予告。一体どこからそんな情報を得たんでしょうか。様々なドキュメンタリー番組を作っているナショナルジオグラフィックもおかしなことを言い出しており、独立記念日のツイートで、花火が有色人種のコミュニティに影響するので人種差別的だというものがありました。これに対してネットで盛大に炎上していますが、あのナショジオまでこんなことを言い出すのはどうかと思います。アメリカの電気自動車大手のテスラも7月5日に、中国に対してテスラに批判的な SNS 上の投稿を検閲するよう依頼したとブルームバーグが報道。一時的に中国でのテスラ生産台数は減っていましたが、ここに来てその台数が回復しているので、ズブズブな関係なのがよくわかります。ここからが中国関係の話です。2021年7月6日、習近平国家主席はオンライン形式で各国政党会議を開催。160余りの国から政党などの代表らが参加し、習主席は中国は永遠に途上国の一員であり、
途上国の国際的な発言権を高めるために揺るぎない努力をすると発言。要するにこの発言で貿易や外交で自分たちの都合のいいようにしたいのが見えてきます。その習主席ですが、同サミットでドイツ、フランスに対し、大西洋においてアフリカ、クアッドを組もうと言い出しました。アフリカには中国は2000年以降どんどん進出していますが、ここにドイツ、フランスは乗ってくるんでしょうか。香港では Facebook、Twitter、Google が7月5日時点で追放されました。オンライン上の個人情報の取り扱いで責任を問われる可能性があるからこの措置になったとのことです。さらに中国では大学やフェミニスト団体の LGBT グループが作成運営するほぼすべての WeChat アカウントを一夜にして取り締まったそうです。これは7月7日に分かったことですが、 IT 大手のテンセントが運営する中国の日常に欠かせないアプリの WeChat でもこんなことが起きています。さらに先日の深圳における300メートルの高層ビルが突然揺れたことにより、7月6日のブルームバーグでは500メートル以上のビルを建設することを中国が禁止すると通達したことを報じています。株式関係では中国の医療データ事業を展開しているリンクドックは7月8日にアメリカでの新規株式公開を停止。これは中国側が自国企業の国外株式上場に対する監視を強めていることが背景にあり、ボラリティと呼ばれるアメリカにおける株価の変動率が大きいことも理由とされています。こういったこともあり、その他の中国企業もアメリカへの株式上場に二の足を踏んでいる模様です。ここからが日本と中国の状況ですが、7月9日から8月にかけて中国大使館と日本の文科省が協力し、第3回日本留学オンライン教育展が開幕。早稲田、上智、立教、創価大学などかなりの数の大学などが参加しています。6月26日に中国南昌で開催された日本の留学奨学金制度であるジェットプロジェクトの説明会にも、岡山大学などの15の国立私立大学が留学ブースを設置していました。なぜ今の時期にこれをやるんでしょうか。また7月9日には独立行政法人日本学生支援機構が中国本土に向けて日本への留学オンラインセミナーを開催。日本の政治家もどんどん中国に関わっており、7月3日に行われた中国の世界平和フォーラムでは福田康夫元総理がスピーチを行いました。福田元総理は2022年は日中国交正常化50周年になることやアメリカを牽制する発言をしたんです。公明党の山口那津男代表にしても7月5日に BS テレ東の番組において対中制裁は良い方向に行かないと発言。ここでもはっきりと自己紹介を山口代表は行っています。いろいろな意味でお騒がせの小池百合子都知事にしても、7月8日に二階幹事長が TBS の番組収録で小池知事が国会に戻って来られるなら大いに歓迎だと発言。もともとこの2人に関しては親分が小沢一郎議員であり、ルーツをたどると中国との国交正常化を決めた田中角栄元総理に行き着きます。さらに小池知事は2020年2月には都庁に中国系テレビ局のクルーを招き、雪中送炭という困窮している人に物資を送って助けるという意味の言葉をフリップに書いたんです。これは中国に対するアピールではないでしょうか。その証拠になりそうなのが2020年8月の段階で歌舞伎町にどんどん中国資本が大量流入している点です。今もどんどん店舗が閉店していますが、そこにチャイナマネーが入り込んでいるんです。小池都知事が先日ぶち上げた酒類提供原則停止もこれに関係するのではないでしょうか。ここまでが現状ですが、個人的にはいつアリゾナの結果が出るか首を長くして待っていますが、中国の日本への静かなる侵略も気になる点です。本当に混乱の極みと言える状況ですが、確実に世界は対中に向かっているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは
経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。